c s CS パファイナル S 第1戦オリックスバファローズ千葉ロッテマリーンズ18日京セラドーム大阪工事が発表されオリックスの平野義久投手と山崎総一郎投手頓宮優マ捕手義母賞内野手が一軍登録された山崎総は左腸腰筋の損傷で抹消されていたが CS ファイナル S には間に合った フェニックスリーグや紅白戦でも登板していて万全の状態で試合を迎える。頓宮は左足甲を疲労骨折。まだ、守備と走塁に不安を残しているが、打撃は問題なし。DH や代打など、出場は限られるが、首位打者の復帰は大きい。なお、足立良一内野手は、右ひらめ筋の筋損傷と診断され、出場選手登録を抹消された。 11日の紅白戦で先発出場し、守備についていたものの、打席には立たずに途中交代。この日や前日も京セラドームに来ていたものの、グラウンドに姿は見せていなかった。今後は幹部の状態を確認しながら、練習、リハビリ等を行っていく。